3セット。しかも種類別です。え、全部バラバラ？はい。これ見てください。いや、これやばいっすよ。やばいっすか？はい。クワカブの部屋の中で一番奇跡が起きました。おお。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが黒丸さんです。八丸！さんか、すいません。ちょっと黒くなっちゃった。黒くなっちゃった、待ってるけど。八丸。やっぱまあ年明けたかどうかぐらいの時期にこの動画が上がってることを考えたら黒豆を思い出しちゃって。ああ、おせちでね、はい、ありますけど。八丸さんごっちゃになって、いいいい、はい、満月見たならない、ならない、その大猿のように俺が黒豆になるわけじゃないよ。あ、ドラゴンボール世代ですね、完全に。そうですね、はい。狼男かと思いきや、男狼ってやつもいるけどな、確かに。いや、そうなんですか、そうなんですか、はい、男狼が八丸さん。違う違う違う、え、おせちに入ってるのは八山さん。黒豆。 VMAX クライマックスのサイトを視聴者にもらえるかもしれへんねんって喜んでたのが黒豆。八丸。あれ八丸さんか。そうだよ、それは絶対八丸。どう見ても。あ、そうか、うん、もらえたかどうかは分かんないけど。そうだね、はい、それで今あたふたしてるのも八丸。なんであたふたしちゃうんですか。そわそわしてていいけど。まあね、それも結果も楽しみですけども、うん、ね、ありがたいですね、そうやって視聴者に恵まれてるっていうのは。そうですね、うん、ありがたいことですけど、はい、お前翔太っていうの。いや、言ってないよ。一緒に伝説作ってる本名ですけども、今回も早速やってまいりますけども、うん、割り出しをします。おお。ただ、もうそんじょそこらの割り出しじゃないです。え、完全な割り出しです。種類言ってみます、考えてくれてるみたいな。ああ、はい、はい、勝宮は失敗したからやめろよ。漏れてるぞ。失礼な言葉だ。いろいろとちょっと待ってくださいよ、わかんないから。その次の動画上げるタイミングめちゃくちゃ迷ってるんで。そうですね、暫定今失敗してるから。あ、まあまあまあ、シアバネクワガタ、ダメ、失敗してるわ、失敗してるわ、失敗してるんだっけ、覚えてるな君は。ずいぶん今回ね、ちょっとね、はい、出してからにしようかなと思います。はい、はい、今回割り出しするやつこちらです。はい、はい、こちら3セット。おお。しかも種類別です。え、全部バラバラ。はい。え、バラバラ大作戦。何それ。あ、知らないけど、そのうまいこと言った感じで言ってたけど。いや違う、頭、珍しい書き方、頭の。いや、映ってないやつの書き方。あんまないっすね。マイケル・ジャクソン。あれはハットね、ハットでやってるけど、書いてるわけじゃないから。そう、3種類なんですよ、うん、バラバラで。で、その都度ちょっと紹介していこうかなと思いまして。はいはい、なんとなく言おうかな、ヒントみたいな、はい、はい、ざっくりと、はい、まあ、サムネも多分そうなってると思うんですけど、うん、宝石。宝石日本一ハテナ。ハテナですね。やば。一応サムネ上はになってると思うんで、うん、ちょっと予想してもらいながらね、はい、行こうと思うんですが、うん、もう上から行きましょうか。はい、はい、早速やらせてもらいます。お願いします。割り出していく前に、はい、ちょっと青くならさせていただきます。お願いします。はい、ピリカピリララポポリのペベルト。はい、はい、完璧です。そうですね、変な順番だけ気になりました、はい、変なって言わないでください。お邪魔しはここにいるんですよ。いやいや、いないよ、はい、この中に。すいません、おっさんだから。目の前におっさんって言わないでくださいよ。いやいや、今年まだ 9歳なんで。ああ、29ね。はい、9歳。9歳、29、はい、いや、下上桁は言わないようにしてるんで。ええー、はい、なんですか、下上桁って。聞いたことないこと言っちゃった。下か上か分からんし。上から行きましょう、準備もできたんで。はい、さあ、早速行きましょう。宝石ね。うん、なんだと思います。ヤマトタマムシ。いやいや、宝石だけども、日本のめっちゃ好きなんだよね。わかる、うん、めっちゃ飛びますよね。そうそうそう、途中なのになんか、うん、そう、びっくりするぐらい飛ぶから。はじまさんもね、いっぱい動画上げてましたけど、はい、うん、わかる、あれはめっちゃ綺麗。僕も小さい頃、家の近く、うん、もう今コープとかになってちょっと区画整理で僕ん家なくなっちゃってるんですけど、はい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 、そのすぐ近くにある、文化の森っていう公園があって、うん、まあ、宮崎学園の隣ですよ。そういう場所があるんですね。そう、僕の母校の隣にある文化の森ってあるんですけど、はい、そこに僕セミ取り行ってて、よく、うんうんうん、セミ取りに行ってたんですけど、一回だけヤマトタマムシ見つけて、おお、こんなとこにいるんだみたいな、うん、っていう感じなんです。結構都心の方なんで、宮崎に、はい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 、で、ゆっくりこう捕まえようとするじゃないですか、うん、捕まえようとした瞬間に飛んでっちゃって、うわー、そう、めちゃくちゃ追っかけたんですけど、うん、いなくなってて。レアだからな。最悪でしたね。い
だ。そうで、間違って僕、木についてたおじさんその後捕まえちゃった。おじさん、はい、木についてたんで。いやいや、変な嘘つかなくていい。木についてたんでね。木についてても、はい、拾ってこないでしょ、さすがに。名前聞いたら、おぎさんでした、はい、おじさんじゃなく、おぎさん。そういいよ、そんな全部の嘘え、でも、タマムシね、綺麗ですが、はい、もうそれに匹敵する。シュル、はい、はい、すいません、ちょっと、はい、ネズミ花火みたいな音出しちゃいましたけどシュルシュルシュルって言ってるな、はい、あのクワガタの中で言う宝石、はい、虹色クワガタですね。うわ、虹色、はい、これが一応ランバージャックで購入させてもらった紫の白目の虹色の子ですね、うん、はい、オスもメスも白目の紫って感じで、おー、これが10月14日にメスを取り出してて、はい、産卵セット自体が9月14、うん、1ヶ月後に取り出したって感じですね、はい、今そっから2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、うん、心配なことねありまして、はいはいはい、幼虫が1匹も見当たらないんですよ。ああ、そう。で、この穴は何ですか、これ。これは メスが潜ってった穴だと思うんですけど、なるほど、産んでなくてですね、うん、で、まあ、再び産卵セット組んでるんですけど、うんうんうん、ちょっとまだ取れてないんで、はい、まあ、幼虫とりあえずいてくれたら安心なんですけどね、うんうん、そうですね、そこ心配なところもあるんですけど、これからやっていきます。はい、はい、とりあえず3つまとめての合計、はい、幼虫の数、うん、言わせてもらいましょうか。はい、はい、まあ、1個目がまずちょっと自信ないっていうのもあったりするんで、うん、ちょっと控えめだなって言われるかもしれないですけど、うん、5億控えろって。ははいやいやいや、控えろって言ってないんでね。あ、違うんすか、うん、やりすぎだから。ケツ肛門様じゃないですか。え、ケツ肛門様。じゃあ、水戸肛門ね。あ、水戸、ケツ肛門の肛門はそっちだからあ、そうか、5億は言い過ぎました。うん、3セットで、はい、まあ、こいつもいるんで25です。 25? 、はい、少ない方、遠慮はしてる方だね。はい、8匹ぐらい、平均8匹ぐらい取れたら嬉しいかなって感じです、はいはいはい、それでいきましょう。はい、じゃあ1セット目、さあ、どうなってるでしょうか。はい、もうメスとかは取り出してるんで、はい、もうこんな感じでね、めり上がっちゃったりとかもして、おー、そう、どうでしょうか。ちょっとね、マジで全然見えないんでね、幼虫が。確かにね、普段は結構そう、不安に聞きたいですけど、めっちゃ掘ってる感じするよな、うん、動いてはいるけどって感じなんで、うん、まあ、でもいなそうだな。結構ね、大きくなってるはずなんですよ、2ヶ月経ってるんで、うん、すごい動いてくれてはいるんですけどね。硬いね。硬いですね。で、全然見かけないですね。ちょっと一旦土崩しチャンネルになると思います。まあまあまあ、チャンネル名までね、そんな変えなくていいですけど。いや、まあ本当に変えないですよそんなみそぎないでしょ。あー、いや、ちょっと、いやいやいや、まだね、わからないけど。いや、八幡さん、心の声出てますよ。いや、さすがさん、さすがひねくれすぎだから、そこまでは俺思ってないから。本当ですか。一生懸命なんか成功できると勘違いしてる三森くんを任せたんですよ。この状態で。あ、なるほどね。そう、攻撃する気はないです。そうか、もうちょっと自信ないって言っちゃってるから、うん、そうそう、折れてるからな、もう。自信ないって言わない方がいいのか、じゃあ。まあまあ、そうだね。八丸さんを、うん、の好感度下げるにはすごい戦い、楽しいんですよ。うわー、ちょっとこれはね、うん、やっぱまあ、でもちょっと覚悟してた部分あるんで、で、はい、メスもまだ元気だし、虹色の、やっぱいいとこの部分で言うと、やっぱメスもオスも寿命が結構長いんで、はい、1セット目、1回目のセットで失敗しちゃっても、うんうんうん、まだ次が基本的にあるっていう、はい、そう、長生きしてくれるんでね、うん、そう、そこで言うと、その1セット目で幼虫がいなかった時に絶望するみたいなのはないですね。うん、でもやっぱり虹色もね、なんかやっぱたくさん産んでくれるイメージあるし、僕も、はい、産卵セットとか結構体も強いし温度にも強いしみたいな、うんうんうん、すごい飼育しやすい種類なんですけど、やっぱなんかとことん産まない子は産まないみたいなイメージありますね。あ、そうなんだ。他の子が例えば50匹とか取れてたとしても、うん、なぜか1匹だけ、ほんと数匹いるだけみたいな感じの時もあるんで、そこはね、なんかまあやっぱ個体差とかもあるのかもしれないですけど、虹色はなんかマジで三森くんね、成功してるイメージしかないから、はいはい、この絵は新鮮。嬉しいんですか。いや、嬉しいとかじゃない、まだ別に何もない。何もないって一番やばいですよそのなんか今ちょうど思考止まっちゃったからだいぶ遅れたけど冷静に考えたら一番怖いですよ、言葉で。確かにな、何もないって嬉しいとかのまだいいのかな。確かに
まだね、なんか感情を振り切ってもらえればいいけど、感情ゼロでやられてたから。いや、ちょっとこれ終了ですね、とりあえず。はい。いや、ちょっと結果ゼロです。ゼロ。はい。まあでもこれはちょっと仕方ないかな。オスが紫の白目の、メスがうちの、例えばノーマルの子とかと掛け合わせた子はまあ幼虫取れてはいるんで、はいはいはい、とりあえずオスの生殖器に問題があるとかそういう感じではないと思う。おー、まあ産卵セット組み直してるんで、はい、そっちでスイッチ入ってくれてれば嬉しいですね。そうですね。いや、あ、でも久しぶりになんかこうやって土回収してる気するな。おー、そのいつも指パッチで、あ、確かにね、最近やってたからが。これはでも一応幼虫がいると信じて、はい、いない可能性もあるけど、まあ万が一もあるんで、うん、これはまたちょっと一時保管しておきます。わかりました。ということで1個目が15匹とゼロですということで、ゼロゼロで、はい、はいはい、まあしょうがないですね。うん、はい、こういう時もあります。はい、まあこっからちょっと挽回してほしいですね。そうですね。できれば。じゃあこれ2匹目いきましょう。はい。2匹目、日本一。はい。なんでしょう。前門カマキリ。いや、日本一なのかな。うん、大きいよ、あのカマキリは。前門カマキリっていうのがいるんだ。はい。ああ、いやもうちょっとやめてくださいよ。その出ません。出ないですよ。クワカブの部屋ですか。ああ、そうか。コーチハウス101号室見ないといけないのか。めちゃくちゃ宣伝するじゃん。新作の映画かなんか出しました。違う、コーチハウスの中でもだいぶ旧作。前もんかまきりね、はい、めちゃくちゃ前、確かになんか聞いた記憶あるけど、うん、でもそんなん、見た目も思い出せないから。そう、うん、ぜひ見てください。見てください、はい、お願いします。なんだろう、おすすめ動画あるかな。タランチュラ。タランチュラ、いや、カマキリ。足が多いパプキンっていうサムネイルのタランチュラ。あれはひどいから、サムネもひどい。あれぜひ見てください。この世で一番すごいサムネだと思ってるね。いや、確かに、はい、虫チャンネルのサムネじゃないよな、はい、あれ、はい、虫チャンネルじゃないですね、あれ。ぜひ見てください。はい、お願いします。何か思うことあると思う。それは別にコメントしないでくださいね。はい、心の中で止めておいて。そう、ちょっとね、前もんじゃなく、はい、こちら日本一の、うん、平田クワガタですかね。おお、対馬平田。対馬平田、はい、僕の記憶が正しければ日本一って感じです。はい、そう、だから正しくなければ日本一じゃないかもしれないですけど、うん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 、でもまあ見た目で言うと日本の平田の中では比較的タラワンに近いような、うん、スラッとした、フォルムが特徴的な平田クワガタで、はい、対馬、長崎の方です、ね、おー、こっちの方に、はい、はいはいはい、五島列島になるのかな、長崎の離島の方の、はい、の子ですね。うん、はい、満島、島、美しいに山水に、うんうんうん、のやつに、はい、島ですね。ああ、満島っぽい、はい、しかもこれ結構類題が濃くて、はい、F10 同士です。すごい。だからこの幼虫がいたら F11 になるんで、はい、結構前ですね。だから11年以上前なのかな、うんうんうん、だからもしかしたら、はい、って感じの子になるんですけども、うん、これもランバージャックで2年前になるのかな、はい、購入した子って感じになります。これもね、ちょっとね、自信ない子ですね。ああ、そうなんだ。実は幼虫が見えなくて、うん、怖い。これも産卵セットが8月26で、はい、10月22日に取り出してて、うん、まあちょっと2ヶ月ぐらい経っちゃったんですけど、はい、で、そっから2ヶ月って感じなんで、うん、最初に生まれたことがだったらもう産例も産例に結構大きめになってるはずなんですけど、見えてないんですよ。そうか、それが見えてないのはね。そう、ちょっと怖くてですね。で、このタイミング、8月のタイミングって結構この部屋をもう幼虫に合わせて20度前後にしてたんで、はい、ちょっとね、産卵するには寒い温度にしすぎちゃってたかなっていう、うん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 、この時期産卵セット組んだ子たち軒並み産卵数少なかったんで、はい、そっからちょっと温度上げて産卵セットの場所でいうと23、4度とかの場所にしてるんですけど、はい、そこもあるんで、ちょっと自信ない子です、うん、いや、自信あります。いや、俺の好感度下げる作戦。そう、だからちょっといてくれればいいなって感じですね、はい、そうですね、うん、そう、まだね、対馬はどうでしょうかね。対馬平田、やっぱ国産の平田もめちゃくちゃかっこいいんで、はい、いやでももう幼虫も見えないですもんね。ほんと、そうだね。行きましょう。ちょっと対馬平田、多分これが一発目の産卵セットで、うん、それ以降は一応温度高めのところになったんで、はい、産んでくれてるかなと思うんですけど、ここででも数匹いてくれたら一安心って感じですね、うん、頼む。でも全然進んでる感じがしないもんな。ここは一応通ってるけど。そんなカロリーメイトの方ですか。
いや、どんだけカロリー作るんですかこの量。いやもうここ入って多分、うん、寒すぎてここでもう休憩というか休んでたって感じな気しますね。そこ以外も全然通ってないんで、うん、うまそうですけどね。チョコっぽいな、確かに、はい、これは崩すって感じかな。いや、いなそう。めちゃくちゃマットの状態はいいんでね、多分温度だと思います。温度ってそんな変わるんだ。いやだから僕産卵セット、産卵セットっていうかもともと平田クワガタとかって22度管理でやってて、はい、22度だったらまあ産んでくれてはいたんで、うん、もうちょい下げてもいけるかなみたいなチャレンジ的な部分で、はい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 、上の段が22度、下の段が20度ぐらいになるように温度調整してたんですけど、うん、産卵セットを置いてた場所っていうのが結構下の段だったんで、はい、結構ずっと20度前後を行き来してたんでしょうね、うん、それで最初ここでこの家で組んでたのが虹色で、はい、虹色はそれでも産んでくれてたんで、じゃあ平田でもいけるかなっていうので、うん、そのままにしてたんですけど、はい、ほんと4セットぐらい組んで2匹とかしか取れなくて、うんうんうん、だったんで急遽やっぱ温度大事だなとは思いました。やっぱ25度前後っていうのが無難なのかもなと思いました、その一般的な温度。そうなんだ。幼虫的にはちょっとやっぱ低い方がじっくり育つのかなっていうのがあるんで、うん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 、そこのいい塩梅でっていうので、今は下の段が22度弱で上の段が23、4度って感じの温度設定で行かしてもらってるんですけど、過去動画に虹色とか津島平田とかも出てるんで、うん、遡ってみてください。成虫とかも、ね、めっちゃかっこいいんで、はい、そう、産卵してないと、うん、土もすごい硬いんですよ、崩すとき、はい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 、だから右手の握力だけがどんどん強くなっていくっていう握力強い人は、じゃあ虫の飼育下手な人多いのか、はい、だから、秋山元ソフトバンクの監督、はい、うん、秋山浩二、うん、あの人めっちゃ握力強いんで、はいはいはい、多分産卵セットあんまうまくいってないんだと思う。いや、虫やってるとは限らないからもともと別件で握力強いだけ。今年もらいました。ああゼロです。ゼロ。いや、どうだろうな。いや、でもいや、ちょっとう、いや、心配だな。産んでてほしいですよね。確かに、他がね、どうなのか。うん、 F10 とかもやっぱ関係してくるんですかね、わかんないけど。そうか、11、そう、これで生まれたら11って言ったもんね。はい。ああ、血の濃さとかも出てきてるんですかね。でも、うちの宮崎の大桑ももう F10 とか、はい、うん、次で F11 とかになるんで、うんうん、それでもまあ産んでくれてはいるんでね。でも印象になりますもんね、その結果的な。あ、だから何とも言えないんですけど、うんうんうん、まあでもやっぱ血が濃くなると良くないみたいなのって、うん、そう、生き物的な部分でよく聞くんで、その人間とかもそうですけど、はい、うん、まあ、あるのかもしれないですけど。あ、でも今回は温度だと思います、はい、とりあえずいなかったっていうのは、うん、すいません、これもゼロです。はい、なんすか。いえ、何も思ってないから。いや、それやめてくださいよ。なんかは思ってくださいよ。それが一番辛いですよ。怖すぎる。何も思ってない人、10年の付き合いで何も思ってない人が一緒に昆虫っていう好きなものが共通してるの、ね、集まったのに。いや、まあまあまあ、はい、まあ思うことはありますが。そうですね、はい、いや思うことないでしょ、はい、何も思ってないんだから。まあでも合わせて25だったっけ、はい、大体。そうだね、ここそう、だからここでもう巻き返しまくってほしい。うん、でも本当にこれでいなかったらやばいですね、これ。すごい動画になるぞ。どうだろう、あ、まあ、見ないようにしようか、一応。そうだね、うん、よし、じゃあもうこれでここ、ハテナね、はい、今回のハテナ、スマトラオヒラタ。おお、はい、ヒラタクワガタ、パッパラワンと同じように大人気の、うん、まあ、ヒラタクワガタ界でもトップを張る人気のクワガタ、はい、うん、10センチを超える、はい、迫力のあるクワガタですけども、うん、これやっぱかっこいいですね、うん、その僕パラワン派なんですけど、はい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 、小さい頃から、うん、でもやっぱスマトラもやっぱ10センチを超えるようになってきて、うん、やっぱもう迫力が、その僕が見てた、小さい頃見てたスマトラとはもう迫力が違うんで、うん、やっぱスマトラもめっちゃかっこいいなと思いました。あと、はい、104ミリの子とか見させてもらったりしたんですけど、うん、でも圧倒的だったんで、その100でもめちゃくちゃでかいんですけど、やっぱ104ってなると、なんだろうな、ビルみたいな大げさに言うとね、感じ、はい、ぐらいの迫力になるんで。そう、それで、803はね、その時カメラやってないから、うん、もしかしたら分かんないかもしれないですけど、はい、
その104ミリを出した方、うん、っていうのが僕のチャンネルを見てくださってて、はい、その神奈川のブリーダーの方なんですけど、うん、その方のブリードルームに招待してくださって動画を回させてもらって、はい、その時にいただいたクワガタです。はい、クローブスターケットっていう風に命名されてる、うん、まあちょっとそのサイズっていうよりも顎の太さ、はい、というかまあそのごつさみたいなのを意識した血統なのかな、はい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 、うん、って感じでクロブスター血統っていう、まあロブスターのような顎っていう、あ、そっから来てるんだ、はい、その子の、サンランセットになるんで、はい、ここはちょっと撮りたい。そうだな、うん、一応ね、これが10月15日に、サンランセット組んで、はい、11月9日だからまあ3週間、4週間弱、4週間ぐらいかな、うん、で、メスを取り出して1ヶ月後って感じになるんで、はい、まあもしかしたら卵もあるかもしれないですけど、うん、幼虫がいてくれればとりあえずありがたいですね。そうですね、はい、で1回ねもうサンランセット組んでるんで、ただこいつに関しては、はい、1回目でもう幼虫取れてて、うん、その時も結構取れてるんですよ。あ、そうなんですか。実は、はい、多分昼動画で上げてるんですけど、うん、結構取れたからね、卵も含め 2、30 ぐらい取れて、いやすごっ、そう、爆産です、はい、だったんで、このセットで 2,30 いけるかっていう、あーそっか、いう不安はあるんですけど、うん、でももうそこを超えてもらおうかなと、はい、思います、うん、だからまあ25 25いきましょう。はい、どうでしょう。あ、小林がすごい、うわーたくさんいる。さあ、いきましょうか。うん、メスとか取り、あ、います、います、います。あ、よかった、よかった、よかった。これはもう25匹分ですね。いや、そんなんないよ、自分に甘すぎるって。ないですか。はい、なんか野菜ドリンクみたいな感じにならないかな。あ、でもこれ見てください。いや、これやばいっす、やばいっすか。はい、え、ちょっと、ちょっとごめんなさい、なになに、サムネがてら ここから見せていいですか。はい、後ろ、わかります。ああ、いや、いますね、結構幼虫の数ゴロゴロと、やばいっすよね。うん、なんで雷の音、ゴロゴロって別にそれだけじゃないから。ありがとうございます、はい、ありがとう。上機嫌です。確かに、よかった、マジでよかった。うん、すごいね。だから2回目の産卵セットですけど、これでどれぐらい取れるかちょっといきましょう、うん、さあ、いや、これ結構いますよ、だって、うん、ほら、これマジで巻き返しありますね。そうだね、はい、可能性ありますよ。いや、なんかあったらスマトラに頼めって言うから。聞いたことない、はい、スマトラ、すいません、ちょっと僕変えちゃってた。なんで言わなきゃバレなかったわ。本当ですか。顔しか映ってなかったから。一応、うん、画角に入るときあるから。そう、さあ行きましょう。はい。いや、マジ安心です。え、本当にやるんじゃない？いや、これすごいですよ。うん、ほら、ここら辺とかやばいですもん。そうですね。あ、やばいな。え、いきますよ。はい。うおお。これはすごいですね。今まで見た中で一番多いかも。あ、本当ですか？これ。うわー。ここもスクショタイムですね。幼虫遺跡、本当、うわ、これは良かった、うん、今日30分も撮影してて、はい、初めて虫見たよ。すごいですね。でもクワカブの部屋ってこういうのザラにあるんですよ、うん、はい、僕もびっくりしますけど。いや、良かった、とりあえず、はい、とりあえず1匹とかいう話じゃないじゃないね、出てきました、うん、はい、じゃあちょっとこのシリコン製のピンセットで、うん、はい、こういう備品概要欄に載せてるんで、よかったらチェックお願いします。さあ、何匹かな、25を超える可能性あるぐらいのその初速ですね。はいはいはい、いや、すごい。ちょっとこっから割っていきましょうか、うん、中ね、あとはね。そうだね。おお、でも中もいますよ。いますね、すごい、すごい、でかっ。そう、だから最初の方の子たちって感じかな、うんうんうん、元気そう。はい、いや、こんだけ取れるの今年やっぱスマトラとか、まあ大型の平田クワガタをこの家ではやりたいっていう、うん、元で借りた部分があるんで、たくさん出てくれるのはありがたいですね。ほんと、さあ、素晴らしい、順調ですね。1セット目、2セット目と順調に来て、3セット目も順調で、はい、1セット目、2セット目ひどかったって。何もなかったから。いやいや、それ八幡さんの感情でしょ。お、すごいすごいすごい、うわ、絶景、最高じゃん。最高ですね。うん、すごいな、これもうルービックキューブみたいにいるわ。ルービックキューブいるってないから、まあまあ、そうですよ。キューブなだけだからね、はい、まあまあ都合よく解釈してください。いや、無理無理、咀嚼できないわ。いや、素晴らしいよ、はい、ちょっとサイズ的にもう指で優しくの方が勝手がいいぐらい、ね、こんだけ大きいとね。確かに意外と成長してますね。そういうもんなの。なんかこの子とかは本当10月の中旬にすぐ産んでくれたんでしょうね、メスが。はい、
だから2ヶ月ぐらい経ってるんでしょ。うん、いやすごいな、ちょっとざっくり割って、うん、ここもえぐいからな、はい、いるし、ここにお、いや楽しみですね。来年だから今までで一番平田クワガタを見せれると思うんで、うん、動画で、うん、ワクワクします。来年の後半とかになるのかな、うん、わあすごいすごい、マジですごいかもしんない。スマトラはねすごい調子よくて結構取れてるんですよ、はい、そのいろんな、うんうんうん、あの親、そう同じ親とかじゃなく、はい、この産卵セットは別だとして 16×6 って感じなんで、はいはいはい、はい、16×6 すごいたくさんです。32が3だから96かな、96、はい、96匹今抱えられてるっていう状況で、だからここで多分100いけると思うんで、うん、ありがたい。うわすごい、うわちっちゃいやつもいるそうで逆にね、そのパラワンがまだあんまり調子良くなくて、はい、パラワンはまだ20匹ぐらいなんですよ、うん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 、そうだからパラワンもね、まあその次割り出すタイミングとかで、はい、あのいてくれれば嬉しいんですけどね。うん、はい、素晴らしいね。おお、これを待ってたっすよね。確かにな、僕も全員が、うん、よかった。でも逆に、うん、でも本当にだからこういう風に1セット目2セット目みたいなこともあるからこそ、こう、はい、うんうん、やっぱ幼虫が出てきた喜びっていうのはやっぱ計り知れ、知れ、知れ、知れないものになるんで、はい、はい、ちょっと電波悪かったですけどしてて、はい、多分皆さんの Wi-Fi 環境のせいです僕じゃないんで、違うよ、あなたのミスですから。いや、すごいぞ、本当に数多いね。いやね、いや側面でこんなに見えてる時って結構もう側面に集まっちゃってるパターンが多いんですけど、うん、結構中にもいてくれてね。はい、こういうとこいそうだもん、うん、まだまだまだいそう。とりあえず表面とかは取り出した感じですけど、はい、じゃあちょっとゆっくり割っていきましょう。いやよかったよかった、とりあえずうん、25もありえるぐらいの、え、そのレベルですね、スピードですよね、うん、この感じは。こうやってね、この、はい、まあこれあんまり参考にしない方がいいですけど。あ、そうなの。はい、この土同士をぶつけて崩していくというか。おお、そうすると幼虫を傷つけずに出せるなんですけどね。でもやっぱでも難しいと思うんで、僕はこのために生まれてきたんで。え、そうですね、お腹の中でもえずっとやってたんで怖超握ってたの、他の。いやいやいや、優しくだから痛めないように。いやいやいや、危な。そう、それで練習してたんで。練習ってないでしょ、その時。あ、でも中は、まあやっぱ表面の方が多かったけど。え、今、なんかすごい音しませんでしょ。いやいや、してないしてない。めっちゃ古い扉開いた音してますけど。ああ、本当に怖いな。ゲップかなんかしましたよね。ゲップは絶対してない。マジゲップだけは、うん。本当かな。いや、本当本当。さすがにね、人のチャンネルだよ、それは。ああ、そうか、うん、人のチャンネルではさすがにで思い出したんですけど。え、そっからある話。鬼滅の刃遊郭編やばいっすね。全然関係ないけど、やばいけど、めっちゃ楽しいわ。あれ、人のチャンネルじゃないですか。いや、じゃあ、テレビね。テレビ、はい、見ました。見た。あれ、どうでした遊郭編の。いや、だからね、まあ、まだね、まあ、1話目だからな、だからね、これから始まる感じですけど、うん、もう、なんかワクワクするよね。ワクワクしますね。あと、あの、八幡さんの推しのね、はい、あの、天元の奥さん。ああ、マキオね。マキオか。はい。マキオもそろそろ出てきそうですからね。そうだね。オープニングの方だね。そう、オープニングで出たけど。映ってて。なんか、あ、に、やっぱ、漫画より可愛いですね。うん、みんな確かに可愛くなったかな。びっくりした。うん。あと、あれ可愛かったっす。あの、カナオが、うん、天元が、その、葵とかを連れて行きそうになったじゃないですか。うん、あの時にその助けてってなった時に自分でやっぱ判断できないからコイントスをしようか迷ってる。やったやった、はい、だところで炭治郎の言葉を思い出して、うん、そう自分の意思でね結局止めに行ったじゃないですか、うん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 、その後のあの、まあ、砂利合いみたいな感じで、うん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 、清澄奈穂とあったあったあった、うん、あれもやばかったですねあの辺がいいんだ。あれ可愛かった。でも天元葵のお尻パンって触ったやつあったよ、はいはい、あれ、なんもないんだな、なんか確かにやめてあげてくださいとか、はい、なんか、ね、普通に流されてて、なんか当時の日常だったのかもしれないマジか。そう、あれはびっくりしましたけど太鼓ちゃうわとかね、なんか、うん、そうね、例えばね、うんうんうん、なんかそういうのがあるのかなみたいな言葉で走ってほしかったな、うん、思ったけど。はい、来ました。うわ、出てきました。ペチ
あーやった、こいつも葵のように葵ね、うん、葵も体服は着てるからね。そうだね、腰抜けなのでって言ってましたもんね。うん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 、そんなことないですけどね、全然。いや腰抜けだよ超屋敷にいるようなやつら。いやそんなことないですよ、清澄奈穂なんか一番立派でしょいや一番、まあやっぱね、ほのぼのするけどね、はい、そうですね、うん、いやでもやっぱ清澄奈穂いいですね。でも上の名前何でしたっけ、中原高田寺田、寺内か、なんかそんな名前、すごいな。いや僕覚えてる、はい、あの3人推しなんで僕、鬼滅の刃といえばそうでしょ。あれそんなないわ脇の中ではね、まあそうですね、頑張ってる子たちですけど、はい、そうか、先のことも言いづらいのか、今はそうなんだね、ここからは。そうか、まあもう漫画の人たちはね、あれですけど、うん、でもダキね、まあダキとか言っちゃっていいのかな。ダキはまあいいんじゃん、名前だけに関してはね、はい、だこっから出てくる鬼もね、うん、めちゃくちゃね衝撃ですよね。確かに、だから俺最初、うん、まあ一旦もうなしで、なし、一旦なしでというかもう何も考えず聞いてほしいんですけど、うん、僕がまだ、僕がまだって言い方もなんかあれか、はいはいはい、そのなんか一発目で赤座、はい、赤座が出てきて、うん、やられちゃうじゃないですか、煉獄さんが、煉獄さんがね、うん、だから煉獄が歯が立たなかったってなって、うん、俺だからあの時に僕一瞬思ったその先のね、うんうん、僕の考察ね、うん、鬼滅の刃の柱、はい、うん、全員死んじゃうっていう思うぐらいの感覚だったんですけど、はい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 、それからね、うん、今後どうなってくるか一旦置いといて、うん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 、それぐらいやっぱ一発目であの煉獄さんがその大活躍して、うん、やっぱ柱の凄さを見せつけた煉獄さんが、うん、その上限の3、しかもまだ強いのが上にいる状態のやつに普通に負けちゃうっていう、そうだね、うん、あの絶望感からのスタートになるから、うん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 、こっからはね、うん、いやもう怖いですよね、そのあの上限に出会っちゃうのが。そうだな、普通にああいう主要人物死ぬんだってなったからね。いやそうそうそう、怖すぎましたよ。うん、煉獄さんだってほぼ、いや映画とかそのがあるからまだいいけど、うん、煉獄さんのイメージってやっぱもう俺は認めないみたいな、うんうんうん、あの中央会議でね、はい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 、鬼の禰豆子に対しての言葉のイメージしか残ってないから、うん、あれのあともうすぐ死んじゃったじゃないですか、うん、映画で。でもまあ結果いい人になったからよかったけどね。そうだな、柱大丈夫かな、うん、忍とかな、どこまでやるんだろうね。いやでも遊郭編で終わるんじゃないですか。ああそう、そこで一旦終わるのか。でも遊郭編の後まで行きそうですけどね。でも編とはつけやすい場所ではありますもんね、次も。そうだね、うん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 、遊郭編だけかもしれないですね。おお、何話なんですか。12話ですか。やっぱ12話で終わるかな。終わるか、さすが。いや終わらない気もする。次のやつって映画っすかね、もしかして。映画にするほどの感じあるか。でもでもあるんじゃないですか、次の部分でしょ。ああまああるか、はい、だって、うん、ちょっとこれ言っちゃうんで申し訳ないですけど、はい、だって上限2人出てくるし、はい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 、しかもいや鬼に引きぐらいまでいいけど、そのもうちょっと話の筋すぎるからダメだ、こんなのダメだよ、ほんと気をつけてくださいね、マジン使うところピー入れといてくださいいやだからその鬼滅の刃もね、楽しみなところではありますが、はい、この結果も楽しみになりそうな、うん、割り出し結果、はい、発表する前に終了しました。おお、終わりました、はい、いや素晴らしい。話しながらもね、はい、ちょこちょこ出てました、そうなんですよ。僕らの雑談って、はい、幼虫の数をかく乱させるためでもあるんでそうそう、はい、そうそう、隠すためにねカットとかあるんだけどそう、それをもう言葉でちょっとやらさせてもらっ てすいませんねと言ってる間に、はい、この中入れ終わりまして、うん、はい、結果ですね、はい、いや結構いきましたよ多分、うん、合計25年、はい、で2セットちょっとゼロで、うん、雲行き怪しい中、はい、口数も減りだったんですけど、うん、口数が増えるぐらいね、はい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 、はい、このチャンネルの肝でもある雑談も会話見えちゃうぐらい、うん、なんならネタバレも話しちゃうぐらいね。そうね、まあどこまで疲れてるか分かんないですけど、はい、全部です。やばいやばいやばい、さすがにピーピー入ってるんで。あ、そうか、ピーが80っていうのが入ってる。いやいやいや俺の80が別撮りで必要になるじゃんそうなると結果、はい、これマジですごいことが起きたかもしれない。何？クワカブの部屋の中で一番奇跡が起きました。おお、
結果はい25匹です。おーマジで、はい、うわすごい、すごいこれはすごいわ、巻き返してくれました。はい、いや素晴らしい、うん、みんな健康的で、しかもはい、そうですね、うん、サイズ差もね、ありながらもそうですね、元気そうで、いや、良かったです。うん、たくさん取れて、すげえな、でトータルの目標は達成ですね。はい、いや、ありがとうございます。で、まあこの子、もしかしたら卵とか見落としあるかもしれないんで、うん、この中に、もう1ヶ月、2ヶ月ぐらい放置しときます。はい、はい、ということで終了になります。はい、素晴らしい、良かったです。まあ、この子の子たちは、まあ、動画外でちょっと、禁止瓶に移させてもらうんで、はい、あれですけども、どうでした島さん。うん、だからもう最初2つね、はい、開けた瞬間にもうない絶望感から、はい、ね、もう絶対俺正直もう無理だと思ってて、確かに、そしたらね、こんなにありえないぐらい出てきて、はいはい、でネタバレするような鬼滅の刃の話までもう、はい、気持ちよくスマトラのせいでね、混乱しまって、はい、結果何とも思ってないです。やばやべえじゃん50分なんとも思ってないじゃんこんな感情揺れ動くでしょ、こんなの。そうか、うん、なんかもうちょっと赤木じゃないですかこれポケモン銀河団団長の、あ、そっちかあ、いやいやそう、スラムダンクやと思ってて、あ、そっちか、あ、でももう一人ね、はいはい、マージャンの、あ、そっち、え、どれ赤木ちゃんの誰、あ、いや、僕、テニプリのテニプリに いなかったっけ、あの、目が血走る赤や、あいつ赤や、赤や、赤やなんだ、うん、あ、ちょっとなんかいろ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 言いましたけど、ちょ、これはさすがに、なんか思ってます、え、なんと思ってないよすいません、めっちゃ雑でした、僕の振りが繋がらなかった、ね、笑っちゃった俺も何か思っちゃったもんそう、ようやく動かすことができてよかったです、はい、はい、ちょっとハラハラする結果で、うん、僕個人的にもスマトラもいなくて、うん、ちょっとなんかグランディス再びみたいになりそうな感じになったんですけど、はい、うん、巻き返してくれてよかったです、うん、はい、で、対馬も虹色もまだ元気でまだチャレンジ中なんで、はい、まあ、残念ではありますけど、まあ、ショックは受けずに、はい、ちょっと次まだ、動画内で、うん、まあ、やれる機会もあると思うんで、そうですね、ぜひそのリベンジのやつも、いずれ上がるんで見てください、はい、はい、そんな感じで、今回の動画は以上になりますけども、八幡さんのチャンネルも概要欄ありますんで、そちらもぜひチェックお願いします。お願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。